can we get shrimp omelet? Shrimp omelet or hash brown? Hash brown か、普通ライスか。Hash brown. Hash steak? Medium? Mozzarella? Okay. And can I get classic burger? French fries? Yes, French fries. Okay. Also, Sprite? Okay.見てこれ、これガムシロップだって。これね、初めて私マグカップ。美味しそう。早く食べたい。いただきます。この子たちがこれをじっくり。ハンバーガー相当好きだね。このステーキソースあんま美味しくないよね。ね。なんかおしゃれなカフェとかいっぱいあるけど、やっぱりアメリカのデニーズのパンケーキって本当に美味しいですよ。あとなんかみんな日本にもあるから、結構なんだろう、日本から来た方は行かない人が結構多いかもしれないんですけど、アメリカン気分を味わいたいなら、あれ一番デニーズに行くべきだと思う。お子さんいる方とかもキッズメニューもすごい豊富にメニューがあるし、もう大人用もすごいいろんな、もうたくさんのメニューが本当にあるので、もうアメリカンなシェイクとかもある。私ね、アメリカンな食べ物すっごい昔中学生ぐらいだったっけな、すごい好きだったんですけど、その時オレオシェイクに憧れてたの。オレオシェイクを飲みたいみたいな、一貫食べ物に憧れを持っている人とか、アメリカ気分を味わいたい人なら絶対来た方がいい。弟が2人もいるし、子供だし、1人は赤ちゃんだから、やっぱりその大人数にいるとわーわー騒がれちゃったら迷惑かけちゃうから、他の人に。だからできるだけその時間帯が少ない、人が混雑しない時間帯を狙って結構行ったりするんですけど、ね、本当に誰もいないの。今日とか、今日はたまたまかもしれないんだけど、ほら誰もいません。多分時間帯で、これ夜すごい混むから。食べよ。チップなんですけど、日本の方は外国に行って結構チップで困ることが多いと思います。例えば今回トータル51ドル44セントの場合だと、大体チップは 10% から 20%、 60ドルで、なんだっけ、お釣りはいりませんっていう風にします。カウンターでチェックする時もあります。おすすめなところです。ぜひ皆さんアメリカとかに来たらデニーズに行ってみてください。はい、今日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。バイバーイ。